こんにちは、こんばんは、レイです。やっとこう、さっとこう、週末の予定が決まりました。まあ、日曜日、古民家カフェで、この間のカップリングになった女性とお茶をすることになりました。向こうからね、この日のここでということで希望があったので、まあ会うという形ですね。あくまでも向こうの希望という形ですね。でやはりね、このまあなんていうのかな、あの相手のね、いろんな希望だとか、まあ、婚活に対して この姿勢だとかね、いろいろそういうのも、まあ、細かい話をね本当はしたかったんだけど、そのディナーを誘ったんだけど断られたわけですよ。そっちだからこれがいいって言うから、いやもうちょっとじゃあディナーができる店でなんか話せないかって言ったら、なんかどうしてもそのカフェがいいということだったんで、まあそっちになっちゃったわけ。あんまりそういうところで重い話ってどうなのかなっていうところもあるんだけど、まあ、話さなければならない部分っていうのはちょっと話していって、そしてこれからの、まあ、先のことを決めていこうかなというところで、で、まあ、相手のね、あの希望されてる内容が1個ありましたよね。皆さんね、あの大騒ぎしてましたけど、あの、うん、だからそれがどういうレベルなのかっていう、ね、高い、非常に高い位置で、そうされてるのか、それともなんかぼんやりと、まあ、周りがそうだったんで自分もなんか欲しいなぐらいのところで考えてるのかって、だから全然分かってないんですよ。それが見えてこないっていう、だそういう真剣な、あのなんていうのかな、その最初からそれを言ってきてればよ、それまだぼんやりとっていう話だったんで、だからなんていうのかな、その最初から見切らないっていうところだったわけですわ。それまず話してみないと分からないと、だから当人が分からないわからないからね。だから困ってるんですね、自分自身も今、うん、そしてあのなんかねちょっとね、この人は本当に結婚とかちゃんと考えてるのかなっていう、はてなって思えることが実はちょっとあったりするんで、だからそらそうだよね。だってお互いが初めて会ったばかりで、フィーリングでいいね、あのフィーリングでカップリングになったわけなんで、まず人間性だとか家庭の事情だとかいろいろね、そういう事情っていうのをやんわりとは話したけども、最初から重い話はしないんだよ。まあ婚活をやってる人は分かると思うんですけど、だっていきなりそういう重い話を、カッピングになりました、お茶しましょう、そして重い話をしましたって絶対終わるでしょ、いきなりそんなこと言ったら。まずは信頼関係が大事なんですよ。ここよく皆さんちゃんと把握してください、ね、あの何の人間関係でも、職場でも友達関係でも恋人でも、いきなり土直球っていうのはいかないわけですよ。そういうイレギュラーなことがない限り、だって相手の家に行っていきなり玄関開けてこんにちはで土足で入りますから、入れないでしょ。そこなんですよ、自分が言ってるのは。だから白黒まずははっきりというよりも、まずはぼんやりと相手の全体像とか希望とかっていうのをまずぼんやり聞いて、それがどの程度のものなのかっていうのを今度お互い会って下調べをするわけじゃないですか。それで話し合って信頼関係が徐々にできて、本音をどんどん言い合って、じゃあ進みましょうとかね。いきなり交際申し込んでるわけじゃないんですよ、自分の場合は。いろんな条件をクリアお互いにしていって、本音が話せたから、じゃあここであの先を見据えて交際しましょうかっていうのを今まで過去もやってきてる。たまたまそれがうまくいってないだけで、確認作業っていうのが必ず必要になるわけですよ。だっていきなり高い契約交わします、皆さんだって何度か足運びますよね。車買うのにいきなり現金持って一発で行きます、いろんなディーラーとか回って車を選ぶわけじゃないですか。どんな性能なのかなとか、ここのね車の特色は何なのかなとか、この違いは何なのかなっていうのを調べて、ね、300万400万の金を払って車を買うわけじゃないですか。それと一緒ですよ。いきなり土直球で土足で上がり込んでとかっていうことはできないでしょ。まあそれ逆にやれる人ってすごいなと思いますけどね、まあどうかしてると思いますけど、あのだからそのね、まずは当人同士が話し合って、当事者が
あのどういうレベルだからどう出ても折り合えるのか折り合えなければ終わりなわけだね。単純な話ですよ、簡単な話だ。条件っていうのがあるわけじゃないですか。それがだからどこまでっていうので折り合いがつかなければ終わるし、折り合いがつけばこう進んでみて、さらにその先で終わるかもしれないし、また続くかもしれない。でその方針というのはやっぱり相手に対して、相手と相対した時に変わるわけですよ。自分の希望があったとしても、それがね、やっぱりここまで、ね、希望しなくてもいいかなとか、ここはこの条件はいいや外していこうとか、これはでもやっぱり最低限外せないなっていうのだけがあれば、そこでお互いがネガな部分を排除していって、まあ交渉ですよね。だからその辺は、ね、そこでお互いがすり合わせしていって信頼関係を積んで、まあ、本契約するのかしないか、まあ、本交際でね契約するのかしないかというところに来るのに、まだ全然スタートにもまだ立ってないんですよ。スタートラインにすら立ってない状況の中で、ああだこうだって言えないでしょと。逆に言える人たちすごいなと、俺すげえ想像力あるなっていうふうに感心しましたよね。まああんまりいい感情を向けてはいないんだろうなっていうね、なんか残念ですね、非常に残念ですよね、悲しい限りですよね。あの全ての方が応援しろというふうには言ってないですよ。だけどいろんな見方ありますけれども、あまりにも考え方が飛躍しすぎたり、あとはそういうなんか勝手に妄想を始めて勝手に物語ができちゃってて、なんかいつの間にか俺が 悪者みたいになっててみたいな、勝手そういうふうに想像してる方いますけど、ちょっと違いますよと。まずは話し合って信頼関係を作っていって、どのレベルでの話なのかとかね、どう考えてるのかと。でむしろのだからその方の家族とかもいろんな考えがあるわけじゃないですか。どうサポートしていくのかとかね、いろいろと。でまあその相手の、ね、両親ご両親が望んでる男性像というのもあるわけで、だそういうのに当てはまってるのかとか、こっちがよこっちが当てはまってるね、ちゃんと見られそういうふうに、ね、条件として認めてくれるのかとかあるわけじゃないですか。そういうのもこれからなんですよ、全てがこれから、なんでそんな早送りにこうしかも想像で、ね、決めつけていくのかなって、すげえ不思議だよなっていうさ、なんか負のオーラを持った人しかちょっとね最近ね集まってきてねえのかなっていうのがあってね、本当に自分を応援していただいてる方ね、純粋なファンの方にはね本当大変申し訳ないなというね、まあそういう変な方はちょっともう見ないでね、相手にもしコメントとかでもね絡まれたらもう相手にしないでいいです。それはなんかもうお花畑ですからそういう人たちは、まあなんかね本当にこれからなんですよ、何が言いたいかって言ったら、本当これからのことをね、徐々に本音というのを話していくと。だちょっとね動画でまだ言ってなかったんだけど、その相手の方の対応でハテナマークがちょっとねついたことがあってね、これはあくまでも自分の感想なんだけどね、これはちょっとね長くなるんで次の動画で話します。なんかこうこれを言ったらこう言われたって、その言われたことが非常にその婚活に対してこの人本気なのかなっていうふうに申し訳ないけど疑問に感じてしまったことがあって、なんでそれをそういうことがあったのか感じたのかっていうのをちゃんとお話ししますんでね、皆さんに特別にお話ししますって見逃さないようにしてください。それでは皆さん今後のね展開にちょっと期待もしてもらってね、どうなっていくのか、そしてどういう本当にね本当はこういう女性だったんだとかね、こういうことだったのかっていうのはねちょっと分かって、いただけるとね、まあありがたいかなというふうにね思ってますね。でね、まあカップリングイコールまだお知り合い以下ですからね、以下の存在っていうのをまず忘れないでください。だからカップリングになったけどその後一回も会いませんとかっていうパターンはあるわけですよ。これは多分婚活やってる人はね、あるあるっていうことになりますんで、まあなんかその時の盛り上がりとかノリだけで一緒になっちゃったっていう方もねいるからね、第5希望までかけて第5希望同士が一緒になったって言ったらもう本当にだから多分そうなっちゃって、まあそんな形で余計なこと話しましたけれども、
まずは当事者がどういうお話し合いをして、これからどうなっていくのかっていうのを楽しみにしてください。それではごきげん、皆さんごきげんよう。じゃあ。